GSSH だけで足音聞こえてた時代は終わったっぽいな。変えなきゃ、ヘッドセット。現実世界で俺デバイスこだわったこと一度もないのに、ゲームの中でデバイス沼にハマることになる。ちょっと待って、違いがわからん。やべろ、全く違いわかんねえ。鳥のさえずりだ。すげえ。あ、すげえ。これ、すげえかも。あの、これ戻れんわ。あかんわ、これ。やべえ、今までね、俺ね、今まで敵はどこにいるかわかんねえ恐怖と戦ってたけど、もういたら多分先に聞こえるだろうなっていう自信がある。はちょっと待って聞こえなかったんだけど。マジでデバイスオタクを敵に回す発言しまくってる。俺敵だと思ってる。むしろ俺も敵だと思ってる。デバイスオタク、最強ヘッドセット。多分 GS ゴミになったか知らんけど、ちょっと今弱いよね。人生聖地で困ったまで一度もなかったけど、多分終わったよな、これ。値段3分の1で、ヘッドセット、他のやついらなくなってたから。なんか、ゴミになってる気がする。さすがにバランスおかしかったけど、確かに。やはりコンタクトか。タクティカルスポーツ。おい、タクティカルスポーツ使ったやつ見たことないわ。ありな。見たことねえわ、タクスポ使ってるやつ。コムタック4。4ってなんだ？めちゃくちゃ高いやつ？これか。高すぎないこれ。うん、保険返ってくるわけないから保険かけなくてもいいか。高すぎ？これ聞こえるの？そんなに変わるの？まあ変わるんだったらでも絶対に使った方がいいね。どのぐらい聞こえるか知らないけど。課長範囲が広くなるとかだったら最強なんだけど。さすがにそんなことないだろうな。コンタック4使ってるやつなんで、高すぎて見たことないわ。こんなもん使ってるやつ。結構音の設定とかいじってみたんだけど、昨日。少し。まあ明らかに、そもそもなってないみたいなのもあるから。もう多分変わらんね。俺ヘッドセットなしでもいい気がするんだよな。だからこそ中段半端なもんつけるんだったらバイザー。かなり今音聞こえないからね、バイザーつけた方がいいかも。ちょっと GSSH だけで足音聞こえてた時代は終わったっぽいな。変えなきゃヘッドセット。現実世界で俺デバイスこだわったこと一度もないのに、ゲームの中でデバイス沼にはまることになる。マジで俺現実でデバイスこだわったことないね。まず検索して、怪しげなサイトの、に出てくる、まとめサイトに出てくるランキング上位のやつを買ってる。大体。ポチってる。このイヤホンだって俺なんで買ったんだっけな。誰かに勧められたのかな。こんなもん使ってる人いなかった気がするけど。じゃあなんかシュアっていうイヤホンが耳に負担がかかりにくいみたいな。いいぞっても多分コメント聞いたんだ。で、シュアで一番安いのがこれだった。から多分買った。耳に合わないイヤホンが多すぎて俺。多分コメントで聞いてそれで買ったんだ。値上がりするんだ。やめた方が、まあでもやめた方がいいよ。これより音のいいイヤホンなんていっぱいあるよ。別に、音がいいから使ってるわけじゃないよ、俺。楽だから使ってるだけ、安いのと。ちょっと待って、違いがわからん。やべろ、全く違いわかんねえ。え？違いわかんねえし。何が違うの、これ、コムタックと。やっぱ雨降ってるといいらしいね。自分の歩く音うるさいって言うけど GSSH。別に買わねえぞ、これ。あ、でも、さーって音が聞こえないかも。そういえば。鳥のさえずりも聞こえる。あ、そういえばでも、あ、すごいな、これ。さーって音が聞こえんわ。他の足音の感覚はちょっとわかんないけど、俺。
結構強いなと思うけど、ソルディンとかゴンゴンゴンみたいな音なるからね。あー違うかも。これ5万ぐらい、6万ぐらいだったら正直毎回つけていきたいな。快適だわ。へー、これで足音聞き逃しは、課長範囲も広いんかな。これで足音聞き逃しはないだろう。どうしよう、もうこれで聞き逃してたら、もうイヤホン変えるわ。もうこれ変えます。高いのにします。少なくとも GSSH 多分もうやめた方がいいね。あれ、明らかに音聞こえないよ、今。GSSH だけを愛用してきた俺が言うんだから間違いない。多分あれダメ。ナーフされたか音の仕様の、音の環境変わったかわからんけど、マジで聞こえない。なんか匂わせみたいな音が増えたんだよな。このゲーム。漁ってる時の音もうるさくなったし。これすごいな。多分敵いないだろうなっていう確信に変わるもん。こことか多分ステルスで入ってきてたらもう気づかない。冗談抜きで気づかない。このヘッドセットだったらでも気づきそう。鳥のさえずりだ。すげえ。ほら。ノイズ聞こえるじゃん。あ、すげえ。これ、すげえかも。これに一番近いのって何？エクセルなんだ。エクセル現実でも使おうかな。エクセル現実で売ってる？ゲーミングで使える？コンタック4俺現実で使いたいな。ゲーム用にしたい。俺一番大事なのもヘッドセットをつけるかつけないかだと思ってて。まあ当たり前なんだけど、このゲーム。たった1万5千出して、命助かる場面めちゃくちゃ多いんだよ。逃げるにしても、キルムーブするにしても。聞こえないからね。でもなんか多分 GSSH もつける意味ないと思う、今。あれしか使ってこなかったけど、多分やめた方がいい。本当に聞こえない。まあわかんないよ。これ使って今、1試合目で、まだやってないからわかんないけど。さすがにこれだったら聞き逃しなさそうだけどな。すごいわ、これ。多分聞き逃してないだろうなっていう自信はあります。あ、すごいわ、これさ、屋外に出るとさ、わかる？この風の音が結構強いんよ。まあ、これが聞こえても、足音がでかかったから、GSSH は。結局別にノイズがでかくても気にならなかったのよ。聞こえるんよ。足音一つなったら、もう逃さないんよ。なんかでも、今多分ノイズの方がでかいから、ノイキャンのヘッドセットかなり大事になってるかも。海外の上手い人すら GSSH 使ってる時期あったからね。今あんま使ってないみんな。それでも使ってたけど俺。慣れてるから。あ、もうこれ戻れんわ。あかんわこれ。やべえ。今までね、俺ね、敵がどこにいるかわかんねえっていう。でもこれで、敵の足音も同じぐらい静かで聞こえないとかだったら意味ないけど、そんなことないよな、多分。こういうのって多分、そんなことないんだよ。今まで敵はどこにいるかわかんねえ恐怖と戦ってたけど、妄想戦ってた。ここにいるかもしれないっていう。もういたら多分先に聞こえるだろうなっていう自信がある。は？ちょっと待って。聞こえなかったんだけど。あ、喋ってたからかな。まあ多分喋ってたからだね。止まってたんかな。ちなみに俺、このイヤホンの8倍の値段のイヤホン出して、体感 1.2倍ぐらいだったかな。どのぐらい良くなったかなと思ったけど、1.2 倍ぐらいしか変わんなかった。ランドマークが使ってるイヤホン、33万。やば。いや、イヤホンに33万とか、趣味じゃないの。音楽聴くとかじゃないの。普段から。音楽聴くからそのついでに。ゲームもできる、音楽も聴けるで買ってんじゃないの。ありえないでしょ、イヤホンに33万とか。どんなに金あっても買わなそう、俺は。どんななんか臨時収入とか入っても買わなそう。もし俺がそんなん買ったら、変わっちまったなって思ってくれていい。何が GSSH じゃ、ボケ。やめたほうがいいもん、俺。GSSH マジでゴミ。だって、バロラントのプロゲーマーでもさ、スマホの初期イヤホン使ってる人いるじゃん。変わんなって。変わんねって言ったらおかしそうだけど、そんなもんなんだって。
デバイスオタクを敵に回す。マジでデバイスオタクを敵に回す発言しまくってる俺。敵だと思ってる。むしろ俺も敵だと思ってる。デバイスオタク。ちょっと調べてみるか。今のイヤホン。イヤホン、最強イヤホンランキングをネットで調べてみよう。イヤホン最強ゲーム。プロゲーマーも選んでいるおすすめイヤホンを選択。ん？書いてねえぞ。早く書け。1位、シュア SE25。安いだけだね、これは。ボーズ、クワイエットコンフォート20。これあれか、ノイキャン入ってるやつか。これ俺、外仕事の時これ持ってってるよ。持ってってるとか、これ用意してもらって使ってる。いや、スロジーマやったな。やべえずるいって草むら抜いてくんの。普通のスカベンやられたわ。なんでやねん。普通のスカベンに殺されました。